皆様ようこそお越しくださいました。前期と申します。今回ご紹介させていただきますのは、ことぶき屋さんから発売しておりますフレームアームズガール QP ミニ号来でございます。今回のこのプラキット、 QP ミニっていうブランドかと思ったんですけども、カテゴリーとしてはフレームアームズガールの中で出るんですね。で、そもそもこの QP ミニとは何ぞやっていうことなんですけれども、個人的な印象としましては、ことぶき屋さんの QP といえば Q ポッシュという、まあちょっと他社さんを引き合い出して申し訳ないんですけれども、ネンドロイドみたいなものですねの方で 2.5 頭身ぐらいの可愛らしいフィギュアが出ておりました。ちなみにそちらの方の号来が現物こちらですね。こんな感じのフィギュアとなっておりまして、パッケージイラストと見比べていただいてもかなり近しい印象があるんじゃないでしょうか。で、もう一つ、ことぶき屋さんのちっちゃいプラキットといえばハンドスケールとなりますね。あちらの方の号来も反対側に並べてみますと、こんな感じで、パッケージの左下の方に実寸サイズ全高約 65mm って書いてありますけれども、この状態でもハンドスケール号来よりもさらに小さいキットだっていうのがお分かりいただけると思います。現時点でこの QP ミニっていうのは、今回ご紹介する号来とスティレットの方だけが現時点でラインナップされております。もしかしたら今後バーゼラルドとかジンライとかアーキテクト、そういったのも出るんですかね。かなり今後の展開が楽しみなシリーズです。では改めまして、今回の QP ミニ号来、もうすでにご覧いただいてますけども、改めてパッケージとかご紹介していきます。正面がこんな感じになっておりまして、真ん中にこれは3等身ぐらいですかねの号来のイラストと原寸大の写真。箱の大きさはかなりコンパクトですね。ハンドスケールぐらいの大きさとなっております。で、右側面の方にこんな感じでフェイスパーツ、今回のキットに同梱されるのは正面向きの通常顔と正面向きの叫び顔、あとはデカール類ということで、まあ、主にはアイデカールなんですけど、かなりのバリエーションがありますよね。で、反対の側面の方が完成品のフロントとバックで、ウェポンズということでバズーカとナイフが付属します。で、背面がこんな感じになっておりまして、いくつかの展示例ってとこですかね。この左側のリアル号来の足元にちょこんと寄り添ってる今回の QP ミニ号来、めちゃめちゃ可愛いですよね。で、多分真ん中のやつはこれ号来アーマー、人来アーマーですかね。で、右上の方にモデリングサポートグッズですかね、そういったものをつけてるんですけども、重武装にも程があるってとこじゃないでしょうか。で、下の方に注意書きとかが書いてあります。では中身の方もご紹介していきたいと思います。箱の開け口は上からですね、これはカパッと開けるタイプです。では早速開けて出してみたいと思います。実際ことぶき屋さんの商品紹介ページの方でも大きさが分かってましたので、ハンドスケール小さいっていうのは分かってたんですけども、いざ改めて実際のハンドスケール並べてみますと、かなり小さいキットだなっていうのが改めて実感されますよね。中身はざっとこんな感じになっておりまして、紙類は後にしまして、まずは右の方からですね、まずこちらの方が頭部パーツであったり、この辺はヘッドギアの部分ですね。で、こちらの袋の方にフレッシュカラーの、これは股関節とかの可動のパーツですかね。あとはここのかかとクローラーとか襟のフリルとか、この辺がバズーカ類、まあさすがにこの辺は部分塗装ってのはされてはいませんけれども、かなりちっちゃいんで難しいかもしれませんが、可能であればちょっとここ塗っておきたいですね。で、あとこちらの方がフレッシュカラーの頭髪のパーツと、この辺が肩とかですかねのパーツがあります。で、次にこちらが担保印刷済みのフェイスパーツ。これ見る限り大きさとしてはフレームアームズガールとそんなに変わらないんですけれども、デザインがかなり可愛らしくなってますよね。通常顔と叫び顔で担保印刷されてないものが付属します。で、こちらがこのクリアパーツ専用の展示ベースですかね。あとはハンドパーツ3種類ですかねが付属しております。で、あとはこちらが水転写デカール、まあ、この辺のちょっと白で分かりにくいかもしれませんが、この辺りが号来のカラー再現のもので、島パンデカールがあって、下全部がアイデカールとなっております。フレーガシリーズについてアニメから入った人間からいきますと、号来のこの辺の顔っていうのは、なかなかイメージしづらいんですけれども、こんな表情っていうのもあってもいいかもしれないですね。で、最後、紙類としまして、こちらが作り方の説明書。裏がカラーガイドとかになっておりまして、前から開けますと、こちらもですね、カラーガイド。で、もう一枚開きますと、真ん中にパーツリスト。まあ、物が小さいせいもありまして、分量としてはそんなに多くないですね。で、横長い説明書になっておりまして、左の方からまず頭部の組み立て。頭部そのものの構造は通常の号来とほぼ変わらんぐらいのパーツ数ですね。で、胴体の組み立て。で、この2の工程見て思ったんですけれども、首の太さと胴体のデカさがあんまり変わらないってなかなか違和感ありますよね。で、下半身を作っていって、太もものパーツを取り付けて上半身と接続。で、右腕の組み立て。左腕の組み立て、右足の組み立て、左足の組み立て。多分イメージ的にはハンドスケールと同じぐらいの可動範囲なんですかね。もしかしたらちょっと狭いかもしれないです。で、全体を連結して、背部キャノンを取り付けて号来の完成、展示ベースの組み立て方が書いてあります。次のページが展示ベースの使用方法とバズーカの組み立て。で、武器類の持たせ方と股関節の可動方法が書いてあります。で、一番最後のページですね。先ほど省略してしまいましたけども、ここの部分がカラー&デカールガイドとなっております。まあ見た感じ細かいところのカラーについては分けられていませんでしたので、どこまで私の技術で塗装できるかわからないんですけども、なるべくこれに近い形で塗装できればなというふうに思っております。説明書以上こんな感じですね。
では早速作成して完成品の状態ご覧いただきたいと思います。何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介してまいります。まず付属品や交換パーツですね。一番左、こちら今回のキットの専用の展示ベースになります。やっぱりこういったキットの展示ベースって無色透明なのがいいですよね。で、先端つきましてはこういった変わった形状をしております。今回のゴーライ小さくて本体にピン穴がない代わりに、こういったこの黒いのはヘクサジョイント、外側の緑のものが今回のパーツなんですけども、これを取り付けてこの真ん中のこの縦長のパーツですね、これをゴーライのこのハイブキャノンがマウントしています。この背中の黒いパーツ、この間にここのところですねに差し込んでゴーライ保持して立たすことができるようになっております。で、このベース部分につきましても六角形、それぞれ3辺に凸と凹みたいな感じで、おそらく今後発売が予定されておりますステレットですとか、その後もバーゼラルドとかジンライとかアーキテクト出ると思うんですけども、そういったものに同梱されてくる展示ベースと連携させることもできるようです。続きましてハンドパーツ、今本体についてますのが開き手、それ以外に2種類、まずこちら、もうちっちゃすぎて分かりにくいんですけども、これがグッと握った握り手ですね。こちらボールジョイントになっております。こちらが左右一対、次にこちらが武器持ち手、こちらの方は、まあ、武器を持たす都合があったかもしれませんが、ボールジョイントではなくて軸になっております。こちらも左右一対。続きましてフェイスパーツ、今本体についてますのが通常側のもので、それともう一つこちらが叫び顔になります。あとで無印ゴーライとかも並べてみますけれども、目が大きめで若干下目になってますので、サイズ的には同じなんですけども、非常に可愛らしい幼い感じになっております。フェイスパーツは短縫印刷済みのものが2種類付属します。次に武装類としまして、まずこちらハンドナイフですね。この黒いものはふくらはぎに取り付けるためのジョイントでますか、ホルダーパーツになります。で、このナイフそのものは成形色白だったので、グリップの部分も黒、刀身部分もシルバーで私の手で塗装しました。ちゃんと手に持たすこともできますし、通常の無印ゴーライのようにここにナイフを差し込んでスネの横にマウントさせることもできるようになっております。で、最後こちらがバズーカですね。先ほどのナイフは塗装したんですけど、このバズーカめちゃめちゃ小さい上に塗るべきところが細かいので、今回塗装についてはほぼ諦めて、なんとなく雰囲気出すために少しだけ墨入れをしました。デザイン的には無印ゴーライトが付いているものと全く同じで、きちんと細かいところまでデフォルメされて再現されております。では QP ミニゴーライ本体ですけれども、冒頭にもちらっとご覧いただきました他のゴーライのキットですね、それを横に並べて大きさの比較もしてみたいと思います。まずは一番左の方にフレームアームズガール、無印のゴーライがこんな感じで、もう巨人ぐらいの身長差ですよね。で、この間に同じ小さめのキット、ハンドスケールのゴーライを並べますとこんな感じで、で、右側の方にプラモデルではないんですけれども旧ポッシュのゴーライを並べるとこんな感じで、こうやって改めて見ていただいても造形デザインきちんと踏襲されてますよね。そしてやはり今回の QP ミニ一番小さいです。潜在画像の印象では勝手にハンドスケールぐらいかなと思ったんですけれども、思いのほかと言いますか、かなり小さいです。あと全体的な等身バランスとしましては、どうですかね、個人的には旧ポッシュよりも若干等身高めになっているような気がするんですよね。まあ、旧ポッシュのゴーライどちらかというとウエストとか太ももあたりムチムチしてますので、そういったところの違いがあるかもしれないですね。ではせっかくなので、この他の旧ポッシュとかこの半スキにはちょっと後ろの方に下がっておいていただきまして、改めて QP ミニゴーライですけれども、おっさんの手と比べていただいてもこんなにちっちゃいです。もう小指ぐらいの大きさですね。めちゃくちゃ小さいですけども、かなり細かく綺麗に再現されております。ちなみに今回のこの QP ミニゴーライですけれども、実はちょこちょこと私の方で色を入れました。まあ、その色を入れたところもご紹介しながら、上の方から順にご紹介していきたいと思います。
まずは頭部、お顔こんな感じで、先ほど叫び顔の方をご覧いただきましたけども、全体的に非常に幼い感じになってますよね。で、この頭部のボールジョイントですけども、これは 5mm、 フレームアームズガールと同じですので、頭部の交換も可能です。あとちょっと意外だったのが、このフェイスパーツの形状が異なりますので、フレガに装着するのは難しいかと思ったんですけども、まあ、これ実はやってみますね。こちら、通常のフレームアームズゴーライ、ちょっとこの前髪パーツを外しまして、フェイスパーツを外しまして、先ほどご紹介したこの叫び顔の QP ミンのゴーライのフェイスパーツ、これがちゃんと同一規格なので、こちらにこんな感じではめることができます。で、前髪パーツもつけると、こんな感じで。これはこれでなんか違うんですけど、まあ当たり前ですが、この手足のバランスに対して、この幼い顔っていうのも、なんかこれはこれでもしかしたらありかもしれないですね。まあこれまたもっと戻しておきます。まあゴーライやっぱりこれですね。ただデカールをちらっとご覧いただいたみたいに、かなり感情表現豊かなアイデカールもありましたし、今回のキット最初から単部印刷なしのフェイスパーツも同梱されてましたので、今回のこの QP ミニ用というわけじゃなくって、お手持ちの他のフレームアームズガールの交換用フェイスパーツとしてお顔を使ってみても面白いかもしれないですね。で、頭部で色を入れたのが、この顔の側面のヘッドギア部分の奥の黒いところですね。ここだけ塗装しました。で、頭部の可動は頭部側のボール上で一箇所のみ、首に可動はありません。この状態で、前、後ろ。まあそこそこ動きますね。で、左右に傾けたり、当然ぐるぐる回すこともできます。で、先に背中の方行きまして、こちらがハイブキャノンですね。これは多分ハンドスケールゴーライと同じように、この接続の基部部分のみの可動です。ここで上下に可動させることができますけれども、まあ、結構干渉しがちなので、このぐらいの角度で固定でいいと思います。で、背中から見た時ですけども、このハイブのキャノン砲が接続されているこの2本の突起部分、ここの黒とその下のこの黒いところ、あとはこのヨーバーマーの下の黒いところとか、この点々のところですね。こういったところを私の色入れました。あとこの黒ライの墨入れもそうですね。で、前の方に戻りまして、まずこの首についています。このチョーカー的な部分。これも白一色の成形色でしたので、両側を緑っぽく真ん中を黒で塗ってあります。で、肩の可動ですね。肩につきましては軸接続。で、肩の方に可動があって、ここで前後に動かしたり、水平方向に可動させることもできます。ちなみにこの肩とか腕とか、あと股関節脚部そうなんですけれども、こういったところの構造っていうのは、物が小さいだけで、ハンドスケールゴーライと基本同じです。で、肘についてもここの部分でグイッと曲げて、90度以上大きく曲げることができます。で、ハンドパーツについては、開き手と握り手がボールジョイント、武器持ち手が軸接続ですね。で、次に胴体、胸回り。この正面から見たボディにつきましても、ここの強バーマンの黒いところ、で、強バーマンの下のところですね。ここについても、見えなくなるところではあるんですけども、一回取りますね。ここの内側についても、まあ、塗る必要はなかったと思うんですけど、一応ここの部分ですね、なんとなく黒で塗ってあります。まあ、実際黒ではないんですけれども、気持ち的な問題と言いましょうか。強バーマンつけると見えなくなっちゃうんですけども、一応塗ってあります。あとこの脇の下の、この黒いラインの部分ですね。ここも塗装しました。で、腕については、この肩アーマーの、この前側の黒いところ、これ後ろ側もそうなんですけれども、あとは上腕部分のこの黒いところですね。上腕についてはフレッシュカラー一色の成形色でしたので、この肘の部分は黒く塗ってあります。で、お腹につきましても、ここのグレーの部分とか黒いところ、後ろから見た時のこの真ん中、ちょっとわかりにくいですけども、あそこの真ん中の奥のところのグレーの部分とか横の黒いところですね。こういったところは一応目立つところなので、なんとなく塗装してあります。で、股関節足回り、腰部回りですね。ここについても、このラインのところと、ここのラインのところ、黒いところと、で、このセンサーについても外側のオレンジだけ塗装しました。内側のセンサーも確か白とか緑だった気もするんですけれども、塗装済み完成品に塗ってなかった気がしたので、オレンジだけ塗装しました。あとはこのスカートに本来白いラインがあるんですけども、さすがにここは難しくて塗ってないですね。で、股関節の可動ですけれども、太ももの接続はボールジョイント。で、接続されている軸そのものに上下の可動があります。これが両方仕込んだ状態、向かって右が左だけ引き下げてみますと、こんな感じで、結構下げることができます。かなり下がってますよね。で、この状態で、前とか、後ろ。さすがにこのサイズ感だと後ろの出っ張りが干渉しないので、後方への可動がかなり大きめですね。で、ここの色の変わっているとのロールがありまして、膝については関節1個ですけども、ぐいっと90度ぐらい曲げることができます。ちなみにこの膝アーマーにつきましては、この黒い成形色の太もも下半分のパーツ、そちらに接続されております。で、あとは、ゴーライといえばのこのかかとのクローラーですね。展開させることもできますし、ここの部分がピン接続なので、こんな感じで左右に向きを変えて、足を開いた角度に合わせて、クローラー面をぴったり設置させることもできます。で、つま先については、ボールジョイント接続。で、だいぶ色が違っちゃってますけども、つま先の部分については全体が黒の成形色だったので、この深緑っぽいところ、ここは塗装しました。まあ、小さいなりに今回結構チミチミと私なりに慣れないながらも塗装した甲斐もありまして、こうやって普通に組み上げて、他のゴーライキットと並べてみても、割と遜色のないカラー再現まで私自身できたかなというふうにはちょっと思っております。
で、なんといってもこの大きさですよね。ハンドスケールでも十分小さくて結構すごいなというふうに思ったんですけれども、改めて並べてみるとやっぱり小さいですよね。それでいて今しれっと置きましたけれども、ちゃんとバランス取って自立できるっていうのがすごいですよね。通常側に加えまして叫び側もありますので、今後発売予定のスティレットとか自分のお好みのポージングで机の上に出しっぱなしで飾っておいても場所を取らなくて邪魔にならないだけでなくって、それでいてこの可愛らしさ、所詮小さいだけだろうなんていうふうに最初は舐めていましたけれども、実際組み上げてみますとかなり見栄えのいい、そして稼働もいい、かなり満足できるキットでした。あ、一箇所忘れてました。この腹部ですね。この胸部と腹部の接続がボールジョイント、ここの部分でもこんな感じで上半身をぐる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 回すこともできます。では他の皆さん後ろに並んだままですけども、ちょっとだけこうあんまり前に出しても大きさが小さいのであれですけども、こんな感じに立ってもらいまして、で目線をこっちにもらいまして、フレーマームズガール QP ミニ号来はこんな感じでした。といった感じでご紹介してまいりました QP ミニ号来、いかがでしたでしょうか。作ってみた感想としましては、思っていた以上に小さかったですね。ただ各稼働の構造の基本っていうのがハンドスケールと同じですので、こんな小さいキットでありながら肘とか膝とか十分な稼働がありますし、股関節についてもスライドさせて稼働範囲を大きくするギミックも組み込まれております。ただ小さいがゆえの弊害といいますか、手のかかるポイントとしましては、やはり塗装ですかね。パーツとかデカールで再現されているところには限界がありますので、思い切って無塗装っていうのも選択肢の一つではあると思いますが、逆にパーツが小さいからこそ塗りやすいっていうのもありますね。要は失敗してもリカバリしやすいっていうのと、多少ムラになってもごまかしが効くっていうところでしょうか。私のように塗装がそんなに得意ではない人間でも、なんとなく挑戦して、皆さんから見ればまだまだ至らない塗装だと思いますが、個人的には旧大点な塗装ができたかなというふうには思っております。あとはこの絶妙な頭身バランスですかね。非常に可愛らしいですし、で意外だったのが頭部が交換できるだろうなっていうのは分かってたんですけども、フェイスパーツの方もフレームアームズガールと規格が同じでしたので、この特徴的な幼い表情を既存のフレガにつけて楽しんでみるっていうのもいいんじゃないかななんていうふうに思っております。今後スティレットの発売が予定されておりますし、その先も多分続いていくキットだと思います。そちらの方も非常に楽しみですね。美少女キットがお好きな方、小さいながらも稼働が良く飾り映えのする QP ミニ、これは作って机の脇とかに出して飾っておきたいなって思われた方、店頭やネットでお見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして、私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。